よさあ、ということでですね。まあ、あのー、先週ですかね。まあ、清田のね、えー、問題について、えー、発言させてもらいましたけどもですね。今日ですね、えー、球団からリリースが、えー、ありましてですね。まあ、処分としては、無期謹慎処分っていうことがね、清田に下ったというところですね。まあ、球団の公式な発表が、えー、ありましたね。 まあ、あの、一部報道で昨シーズン、昨シーズン中の札幌遠征で新型コロナ禍の中で外食に出かけたということはね、報じられて、でそこで虚偽のね、えー、報告を球団にしたというところで、まあ、ちょっと長かったですけどね、この判断が出るまでには、まあ、無期限活動停止というところになって、 まあ、あの、清田本人からも、えー、球団を通して、えー、リリース、コメントが出てますけども、えー、千葉ロッティマリーンズ、球団関係者の皆さん、プロ野球ファンの皆さん、この度は私の軽率な行動により、多大なるご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。えー、私の行った行為は決して許されるものではないと理解しております。えー、処分内容に関しましても、真摯に受け止め、自分の行為を深く反省し、 また、皆様に応援してもらえるような選手となれるように、自分と向き合っていく所存です。この度は本当に申し訳ありませんでした。と、えー、いうところはね、えー、本人のコメントでリリースされてますし、えー、球団の候補からは、まあ、日頃ご支援いただいているファンの皆さん、ご支援いただいている関係各位、期待を裏切る時代に招き、深くお詫び申し上げます。と、えー、いうコメントを出してますし、球団本部長の松本氏は、監督不意気届きで厳重注意と。 え、こちらはまあ厳重注意っていう形でね、え、だけで収まったのかなっていうところはありますけども、まあ清田本人もね、え、無期限禁止というところになりますけど、まあこのね、まあ向きがどれぐらいになるのかっていうところはね、え、今後の、え、本人の態度次第なのかなっていうところはありますけども、どうすかね、まあ早くて開幕まで。だからまあ、2ヶ月。だからまあポイントとしては開幕まで、もしくは、え、シーズンの半分、え、もしくは1年。 っていうところが、まあ大きな区、大きなね、区切りになってくるのかなっていうところはありますけども、まあ基本的には、ああ、無期限活動停止というところで、まあそうなってくると、まあキャンプの参加ももちろんできませんし、まああと、まだね、リリースのコメントでちょっと中身がよく見えないっていうところがあって、まあその内容まではよくわかんないんですけども、なんて言うんでしょうね、この無期限禁止の間は、球団の施設を一切使えないのか、もしくは一部使えるのか、 っていうところも結構大きな問題かなっていうね。えー、仮にもし使えなかった場合、えー、その、体を動かすこと自体できない場合ね、謹慎取れたとしてもすぐにプレー再開っていうところがね、えー、できるわけじゃないんで、まあなかなか難しいかなっていうところもありますし、年俸の部分もね、この謹慎、まあ他のね、あの、チームの選手たちも謹慎になった選手たちはいますけども、この謹慎になれば、 年俸って天引きされるのかなっていうね。えー、まあ、下水話ではありますけど、そういったところをね、まあ、思うところはありますけども、まあ、この度ね、こういう発表になったっていうところでですね、えー、まあ、これは、いた方ないのかなと。球団としては、まあ、最善かどうかわかりませんけども、適切な、えー、判断、えー、だったんじゃないのかなと。まあ、これ以上行けばね、本当にあのー、首というところにね、 えー、なってしまうんで、処分の度合いとしては、まあ一番大きいのが、えー、首ですよね。契約解除。で、まあその次に来るのが、まあ、この謹慎無期謹慎。その次は、まあ、有期謹慎とかね。まあ、罰金なのかが発生するとかね。厳重注意なのかって。まあ、だから厳重注意が一番軽い処分っていう形ではあるんじゃないのかなと思いますけども。まあ、本人もね、えー、しっかり反省して、まあ、向き合ってもらいたいなっていうところもありますし、やはりね、えー、野球界、この1球団、1コ 個人じゃなくね、やっぱりプロ野球界と J リーグ。 っていうのは、日本柱だと思うんですよね。この二つが、しっかり、えー、シーズンを全うできることによって、あの、今年の夏のね、東京オリンピック、パラリンピックに向けて、えー、しっかり、迎えるんじゃないのかって。まあ、今日もね、東京は、えー、2000人以上のね、新規のね、陽性者が出てますし、えー、全国的にもね、結構拡大、第3波で、ね、拡大しているっていうところもありますし、なんか一部報道ではね、大阪、東京よりね、死者数が上回ったっていうね、ところも出てますし、なかなかね、厳しい状況に、あまあ、ある中で、 でまあね、その、一般の方もそうですけども、経路不明のね、方が出てくる中で、やっぱそこをね、特に野球界、まあ僕も野球界に関わってね、いる人間としては、やはりそういうね、報告っていうところはもうやってしまったものはね、正直仕方ないんで、えー、しかもね、まあ、 この前の動画でも言いましたけど、不倫っていうのはね、えー、家庭の問題であり、相手とかの問題でもありね、えー、それを第三者がとやかく言う問題じゃないっていうところが、まあ僕の考えでもありますけど、やはりそういうね、このコロナに打ち勝ってシーズンを全うしていこうっていうところでね、そういう、うん、日々の行動観察とか、えー、体温とか、自分の自覚症状とかっていうのもね、えー、やっぱり隠したくなるっていうところはね、あったのかもわかんないですけど、それがね、こういう事態を招いてしまうわけですから、そういったところもしっかり 報告しながらね、もうやってしまったことは仕方ないっていうところでね、やっぱり野球界しっかりゴールしなきゃいけない。今シーズンもね、143試合しっかりスケジューリングされてますし、緊急事態宣言がある中で、ね、キャンプも通常通り行うっていう報道もありましたし、まあロッテのね、石垣島はもうあの、ファンの方のね、 え、感染は不可と。まあ、他の宮崎もそうですかね。えー、ファンの方の感染不可っていうところのね、球団も出てきてますし、まあ、僕ら解説者もですね、えー、どこまでキャンプ取材ができるかもわからないですし、まあ、PCR 検査を受けながらっていうところでね、えー、どうなるのかっていう、今調整中ではありますけども、やはり多くの皆さんがね、不安視されているこの世の中の中で、えー、やっぱりスポーツ界としては、野球、J リーグ、まあ、トップリーグがね、え、ラグビーがちょっと感染者も出てストップしてるっていうところもありますし、まあ ラグビー、バスケット、バレエ、えー、野球、サッカーとね。 まあ、あの、この巨大スポーツの中でね、しっかりそれをシーズン全うしていくっていう中では、やっぱりそういうね、このコロナのことに関しては特にですね、えー、正直に、えー、発表しながら事態を大きくしていかないようにしなきゃいけないっていう中でね、起きたことでもあるんでね、まあこの、えー、処分っていうのは、まあ適正な処分になったんじゃないのかなと思いますし、まあ今後のね、動向を注視していきたいなっていうところもありましたし、まあ前回の動画でね、この清田の処分が発表されたら、 まずそれに対して動画をね、出しますっていうね、えー、約束のもとで今日は動画を撮ってますけども、まあ無期禁止。まあこれはもう仕方ないと。まあ逆にね、首、えー、になんなくて良かったじゃないか今日だってね、いうところを言いたいと思いますし、もうね、やってしまったことは仕方ない。だから今後のね、行動をしっかりね、自覚を持って反省してね、えー、謙虚に野球に向き合ってもらいたい。そしてプロ野球界ね、多くの方に夢や感動を与える中でね、えー、そういったところはこのね、 まあ日本全国、世界でね、このコロナに打ち勝っていこうっていう中でね、まあ軽率な行動をね、取らないようにしてもらいたいっていうところはありますね。 まあ、ということでね、まあ、こういう発表になりましたけども、まあ、これはこれでね、しっかりと受け止めて、えー、チバロッテマリンズのね、組織としての管理体制もそうですし、えー、個人としてもね、しっかりやってもらいたいなっていうのもありますしね、まあ、プロ野球ファンの皆さんはね、しっかり今年もね、えー、自分たちの好きな球団、好きな選手をね、応援して、まあ、キャンプね、えー、毎年、キャンプ視察行ってるね、ファンの皆さん、なかなか行けないかもわかんないですし、選手との触れ合いっていうところもね、なかなか取れないかもわかんないですけども、みんなでね、協力してコロナに、 打ち勝ってね、やっぱコロナゼロに、ね、なるように、な厳しいね、世の中、窮屈なね、生活強いられてるとは思いますけど、みんなでね、頑張って野球界をね、盛り上げていきたいと思いますし、僕自身もね、えー、野球界の素晴らしさをね、伝えていくためにですね、多くの動画をまた撮っていきたいですし、えー、外国人のドラウトね、チェック終わればまた新しいね、企画ありますからね、ぜひ期待してもらいたいと思います。ということで、えー、清田の問題についてね、えー、今日発表されたことをお伝えしました。 まあね、見捨てないで応援してあげてください。いろんなこともありますけどね。えー、ファンの皆さんね、まあ厳しい意見届くかもわかんないけど、清田はね、その厳しい意見をしっかり受け止めてね、しっかり反省して立ち直ってもらいたい。で、まあ応援してくれる人もね、幻滅させたかもわかんないけどね、そこをしっかりね、また支えてあげてもらいたいなと。まあ、後輩だけでいいね、えー、思います。えー、ということで、佐々木智也でした。